今回紹介するのは「マリコうまくいくよ」という本です。何者にもなれない女性社員たちの無情を描く入社2年目、12年目、20年目の3人のマリコ視点で描かれる物語。この3人は2対6対2の法則でいうところの注意6割に属する出世したいわけでもできるわけでもなく かと言って他の同期にも負けたくない私自身も入社9年目でマリコたちと同じく中位6割に属しておりそれでも社会人として人生を送っているわけでマリコたちに共感する部分がたくさんありました客観的に自分イコールマリコたちを見つめて自分を見つめ直すきっかけにもなりました共感を描くのが 増田美里さんは本当にうまい時間も楽しみ会社で働くってどういうことと疑問を感じたら社会人2年目のまだまだ新人の岡崎真理子社会人12年目の中堅矢部真理子社会人20年目のそこそこベテランの長澤真理子同じ会社で働く3人の真理子の日々を描いている3人がそれぞれに。 会社で働くってどういういことだろうと仕事や人間関係などについて口には出さない思いをあれこれ心の中でつぶやいている会社勤めを経験しているといろいろなことが見えてきていろいろな疑問や矛盾や葛藤が生じてきてとあれこれ思いを巡らす3人のマリコたち働く女性の心理描写が上手に。 的確に表現されているなぁと思うし、これらは男性でも共感できる内容であるいろいろと面倒くさいことを抱えながらも今日も彼女たちは会社へ行って働くその姿は読者である私たちの姿でもあるのだ日々の労働に小さなあるいは大きな疑問を感じているビジネスパーソンたちにおすすめの一冊である以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。